このプログラムについて、はい、ちょっとあの説明だけなんかしていただけますかね。はい、あのこれはですね、愛知県のプログラムで、地元に住んでる外国人の方たちに、まあ、東三河のいろいろな、ものを体験してもらって、その良さを知ってもらって、であのそれを海外とか皆さんお知り合いにですね発信してもらうっていう、そういう事業です。で今日はあの太鼓シタラっていう有名な、もう世界中で公演している有名な、太鼓のグループがあって、そこがやっている、まあ、太鼓のエクササイズを今日は体験してもらいます。はい、はい、よろしくお願いします。すごい、すごいっすね。何今のすごい、ちょっとお金ないんで、すごいなんか座薬感がすごいですね今の。じゃあ太鼓エクササイズ
みになるので、はい、はい、ちょっと休憩して、あの頭のセットをしたら最後に行きましょう。はい、はい、 How was it? Jumps. Huh? Jumps? Jumps. Yeah, you did it? Good job. Taiko ってどうやってエクササイズになるかずっと思ってたんですけど、でも確かにさすがエクササイズですね。エクササイズ、そうですね、やりました。ハードなエクササイズ。ちょっとどうですね、ここまで難しいですか？まあ、リズムがちょっとあるん で、ね、はい、動きながら難しい、はい、でもすごいエクササイズになります。せーの、よーし、やりましょう。すごい、やってよし、それでは本番に行きたいと思います。はい、頑張りましょう。 OK、 はい、それでは構えてください。いきますよ。Tapos na po ang ano, experience sa ano, sa Taiko, or yung Japanese drum. Ano, I highly recommend guys na subukan nyo to. We will put the link below para sa ano, sa place and sa name ng program na ito. And ano, yung mga Japanese gusto talaga nila na ano, ipakita to sa mga foreigners na katulad natin, para ma-experience natin yung ano, yung ganda ng ano nila. Kasi part din to ng culture nila eh. Kaya, zai zai, minasan. Thank you very much for watching. Bye. じゃあありがとうございました。バイバイ。